決壊したダムを作ったのが一番最初に歌った歌、うん、ここで伏線回収かもね。騙しただ。トヨネです。バイダンです。トヨネとバイダンチャンネルでーす。じゃあ本日はバックグラウンドストーリークイズ。一番助かるやつ。はい、こちらバックグラウンドストーリーをクイズを通してより深く知っていただこうじゃないかというような企画となっておりますが、はい、本日がスプラッシュマウンテンクイズ。テンテンテンテレンテンテンテレンテ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 ン。あ、終わらなくなっちゃう。さあ、そんなわけでどうしたんだよ。あ、これもあのドンキホーテルの人だから。あ、もう永遠ループ、永遠のやつだから。俺最初ファミマの音楽流れたのかと思ったよ。そういうわけないじゃん。まあなんとなくは知ってますよね、ダムの歌があって。うん、もちろんもちろん。まあダムがあって、正直舐められてんのかなって今思ってます。はい、任せてくださいよ。まあ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 、中にはもしかしたらスイスイいけちゃうやつがあるかもしれませんが、正直3分であるな、今回の動画。嘘でしょ。マジごめんだけど。さあ、そんなわけで第1問でございます、うんうん、こちらスプラッシュマウンテン、もともとの名前がチカピンヒルと呼ばれる丘となっておりまして、うん、まあのどかな丘だったわけなんですね。こちら水浸しになってしまいまして、はい、こちらもともとダムがあったんですけども、はい、ラケッティという人物が上流器を爆発させてしまったことで水浸しになってしまい、スプラッシュマウンテンと呼ばれるようになりました、うん、その決壊したダムを作ったのがある人物としているわけなんですが、この人物すぐ近くのグランマサラのキッチンというレストランも建設しているような方々でございます。さて、その人物とは一体何でしょうか。舐められたもんだから。はい、フェイフェイ、俺はお前の相棒として1年やってきたんだよ。ビーバーブラザーズ。正解です。まあこのビーバーブラザーズたちが決壊したダムを見て、うんうん、まあこれ何かに使えるんじゃね、うん、いわゆる決壊してもなおそれをプラスに転換させる力ということで、うん、流木を自分たちの思い通りに流す装置として今実験中なのがスプラッシュマウンテンということで、うん、丸太が流れてるのはそういうことなんですよね、はい、ちなみにそんなビーバーブラザーズたち、はい、もちろんクリッター監督にお家があるんですけども、はい、その場所は騙しただ。これ実はですね、まだバイダーに話してないんですよ。騙したぞ。これがですね、グランマサラのキッチンの上のところに風見鳥がついてるんですよね、はい、だから風見鳥ではなく、これ風見ビーバーになっていて、ビーバーの形をした風見鳥が回ってるところ、そこがビーバーブラザーズたちのお家というふうになってる。あ、じゃあもう、まあ、2階というか上にあるんだ。そう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 、その上のところにちょっと丘っぽくなってて、そこのところにあのお家と風見鳥がついてると。それがビーバーの形をしているのがビーバーブラザーズたちのお家、はい、そして、まあ、建設事務所も、カヌーの方にあるわけなんですが、なるほど。そんな、まあ、スプラッシュマウンテン、うん、まあ、リーマスおじさんという方のお話を聞いて、うん、スプラッシュマウンテン乗っていくわけですね、うんうん、まあ、あの水車越えの中を入っていて、うん、ねえねえおじいちゃんおじいちゃん、素敵な話を聞かせて、うん、そこからリーマスおじさんのお話が始まっていくわけでございます。はい、でこのリーマスおじさんのお話はウサギドンが登場して、うん、このウサギドンがあらゆる困難を、力がないウサギが知恵を使ってで解決していくというようなお話なんですね、うんうんうん、それがスプラッシュマウンテンの中で描かれていくストーリーというふうになってるわけなんですが、うんうん、さて一番最初に、うん、クマドンが人参持ってぶら下がってる人ありますよね、うん、ですぐ近くでウサギドンが人参かじりながら、ほらみんな行くよと言ってるところ、うん、実はあれもともと最初はウサギドン罠にかかって捕まっちゃってるんですよ、うん、で力もないから無理やり縄をほどくこともできない、うん、さてここでウサギドンは知恵を使います。どのような知恵を使ってあそこから脱出してあのような刑に至るのか、いわゆる縛られてる縄からどう脱出したかと。そう、もともと捕まってたわけよ、うん、でそれを何とかして熊野をこっちに連れてきたってよりは、熊野がたまたま通りかかってるんですよ、うん、そこに対して話しかけるわけですね、うん、ぶら下がった状態で、うん、そこからどうやってああなるのか。楽しいみたいなことな気がするんだよ。だから、クマドンも俺もやるってことだよ、多分ね。そう、楽しい以外にどうしたら、例えばバイダンが、うん、まあ、まあ俺だったらあれだけど、うん、まあ、もうちょっとまあ遠めの、うん、まあ、まあ誰かな、うん、まあ、アトムぐらいの、アトム、サンジェルマンのね、うん、サンジェルマンのアトムが捕まってたとして、うん、で、うん、あ捕まってる、俺が捕まえたわけじゃないんだよね、捕まってるんだよね。そう、捕まってる、なんか捕まってる、俺アトム捕まってる、
どうしたら、え、じゃあ俺変わるよってなるか。え、マジコンパ開くからかな。違う、そういう交換条件じゃないですね。コンパ開くから変わるかな、うん、俺は。もらったら嬉しいもの、ナンバーワンといえばお金。そう。え、どういうこと。お金、うん、お金の文化がまずあんの。まずあると思ってって考えると、なんて言ったら変わってくれるか。これで稼げる。正解です。え、どういうこと。うさぎ丼はここにぶら下がってかかしの役割を担ってる。ここにぶら下がってるだけでいくらもらえるんだよ。だからめちゃめちゃ稼ぎ放題なんだけど、僕も十分稼いだから、くまどん次変わっていいよ。本当にありがとう、うさぎ丼。でも悪いな。大丈夫大丈夫、僕ほんとめちゃめちゃ稼いだからさ。じゃああとよろしくね。よいしょ。なんだよ、くまどんバカだな。喋り方込みで。はい。あー、知らんかったわ。というようなシーンがあって、うん、そのうさぎ丼が知恵を使って、はい、キツネ丼に捕まったりとかしても、こう、はい、かいくぐり抜けていくというようなことなんですね、うんうんうん、その知恵のもう一つが、いよいよ、蜂の巣で捕まっちゃうじゃん、ミツバチの巣で。 あれ、もともとこの中に僕が言ってる笑いの国あるよって言って、クマ、うん、の中に頭突っ込ませるのね、うん、その先にあの蜂の巣まみれのあの洞窟があって、で、ハッハッハッバカ見ろ、これがお前らの笑いの栗だよ、へへへ。まあウサギの結構悪いやつ、まあこうやってこうふざけてるわけよ。そこをこう吹いつかれて捕まった後ですね、まあ映画の方とはちょっと違った内容になるんですけど、スプラッシュマウンテンの方では捕まってしまう、どうやって逃げ出そうっていうことで、茨の茂みだけは投げ込まないでくれ、茨の茂みって言って茨の茂みに投げ込む。まあだから押すな押すななやつよね。そう、でもう自ら進んで、もともと自分家が茨の茂みですから、中に放り込まれても大丈夫、そんなウサギ丼は無事逃げ出すことができてというような物語となっているわけなんですが、で最終的にずっとウサギ丼が探していたこの笑いの国というのは、自分が嫌で飛び出した茨の茂みの自分たちの故郷だったということを悟るわけなんですが、そんなアトラクション乗船した一番最後に見るある文字、言葉があるのですが、そこには一体何と書かれているでしょうか。これがスプラッシュマウンテンのテーマを最後に表してくれる言葉と言っても過言ではないですね。俺がすっきゃ、俺すっきゃのやつよな。そうです、タトゥーに入れたがってるやつです。いやスティルマフィンなわけないけど言ってみようかな。スティルマフィン違います。一番最初に歌った歌、ここで伏線回収かもね。いやマジで、え、そんなことあんのかな。え、あの言ってみていい。おマジ。正解はスティルファミマ。違う、そこじゃねえわ。え、何が。お前から出た伏線なんだよそれは。いや俺巻いてねえからその伏線。え、ファミマじゃない。ファミマじゃない。まあ我々吉本興業に所属していますので。あー、ラフ。おさっきのマフィンに組み合わせるとラフマフィン。つなげすぎ。バカ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 。焼きそばパンだから。バカの食い物。バカの食い物。焼きそばのパンだから焼きそばパン。もっとあるって、もっとあるって。スティールラフィンか。正解です。よしよし、そうだそうだ、俺がっていうような言葉が書かれてるわけなんですよね。タトゥーに入れたやつだ。はい、まあそのスティールラフィンの文字のお隣には、その一番最初に言ったラケッティが爆発させてしまったその蒸留機なんかが置かれているわけなんですけど、そのようなまあチカピーの歴史なんかを見つつ、アトラクションは終了するというのがスプラッシュマウンテンでございます。はい、まあそのストーリーなんかもね感じつつ、ぜひとも乗っていただけたらというような内容ですね。それこそアメリカの方では、リニューアルなんか検討されていますし、そうだね、日本の方も、検討中ということで、まあまあまだしっかりとした発表されてないですが、はい、まあいつまでも永久に見れるものではないかもしれないので、楽しめる時に楽しんでおいていただいてはいかがでしょうかというようなスプラッシュマウンテンでございました。はい、また明日の動画でお会いしましょう。明日。ここがお前らの笑いの国だよ。笑いだっけ、うん、笑顔だっけ、笑いあった、あってたけど悪大感染。俺なりのウサギ丼だったんだけど、着物はだけ女が 3,4 人いるから。なんではだけ刺して置いといてんの俺。そのこの状態で、あれしたくて。そう、あれいいです、プラスマンっていいですね。吹いつかれたな今回のクイズ。